こんにちは。美容と健康はイコール広島県安芸郡海田町にあります美容整体サロン野心さやの店長の富岡です。野心さやにはですね、腰が痛いと言ってご来店される方がとても多いんですけども、日頃の生活でですね、どんなことを気をつけたらいいですかというお尋ねをよく受けます。でね、ぎっくり腰をもう経験している方もとても多いんですけども、腰が悪い方はですね、前屈、前かがみの姿勢が一番腰に負担がかかってしまいます。なので、荷物を持つ時もね、こう前かがみの姿勢ではなく必ず膝を曲げて腰を落として物を持つようにしていただいています。あとはですね、顔を洗う時もですね、ちょっと前かがみになってしまうので、そういった時はちょっと膝をね曲げて洗っていただいたりとか、あとね、くしゃみをした時にぎっくり腰になっちゃう方とても多いんですけども、くしゃみをする時ってね、一気に腰にガッと力がかかってしまいますので、くしゃみしそうってなった時は何かにこうもたれかかる、壁でもいいのでもたれかかってちょっとくしゃみしていただくと、ちょっとねそちらの方に力が逃げますので、一気にね腰に負担がかかることがなくなります。ぜひ日頃の生活の中で気をつけてみてください。またお会いしましょう。いつもありがとうございます。